翔太さん当選です。翔太さんには、こちらのどでか消費税廃止ポスタープレゼント、はい、おめでとうございます。ということで、当選された方はね、この枠のコメント欄にね、住所と名前と電話番号を記入してくださいね。着払いで送りつけますからね。消費税は廃止ですよ、消費税は廃止ですよ。こちらのポスターおめでとうございます、おめでとうございます。こちらのポスターが翔太さんを取りました、おめでとうございます。はい、いうことでね、これちっちゃい A4 版のね、この A4 版のサイズよりもね、このさらにでかいこのポスター、こう超ドデカポスターが当たりました、おめでとうございます。翔太さんおめでとうございます。はい、ということでね、どん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 ね、当てていきますよ。これこっからどんどん当てていきますよ。もうポスター山盛りあるんだから、ね、ポスター山盛りあるんだから、これ、ね、ポスター山盛りあるんですよ、うち、ね、山本太郎が送りつけてきたのよ、うちにね、ポスターを150枚ぐらい。どうするこのポスター、じゃあお前らに配る、お前らに無理くり押し付けな、ね、こんなもんね、うちに名前あったらしゃあないやろ、こんなもん、ね、お前らに送りつけられるか。これめっちゃでかいなんねんけど、このでかいの、これどうしよう、このでかいの、このでかいのどこにあんの、こんなでっかいの、こんなでっかいの、見て、画面に入りきれへん、これ、ね、このでかいポスター、これどうすんの、これ、これしかも2枚入ってるわ、マジかよ、これが20枚あるからね、これが20枚あるからね、このドデカポスターね、これ当選されまして、翔太さんおめでとうございます。これ翔太さん当選されました、おめでとうございます。着払いでね、あの封筒にて送りつけまーす、ありがとうございます。はい、いうことでね、あのうちの枠にコメントさんだ、ね、代表山本太郎ですよ、山本太郎来ますよね、どなたでも山本太郎とおしゃべり会質問できますよ、おめでとうございます。ということで送りつけますからね、この度はポスター掲示ご協力いただき誠にありがとうございました、ご明な点がありました、下記までお問い合わせください、令和新選組に言うて、なんか電話番号と掲示者ってこんなん書いてある、ね、こんなんやろ、これ両面テープかな、これ両面テープね、あ、これ両面テープ、これなんか、これ令和ステッカー、令和新選組ステッカーじゃん、これ令和新選組ステッカーじゃん、これちゃうの、なんか令和新選組事務所宛てのなんかこう、こんなんも入ってん、こんなんに、こんなんにすんの、あら、こんな紙も入ってた。ポスター掲示のご協力ありがとうございます、剥がすときに間違いのないようにお名前とご連絡先を教えてください。どういう意味、もう全く意味が分からへん、これ俺は誰に何を配ったらいいのだ、これは配る気はないんだけど、うちのリスナーに無理くり送りつけてやろうか、コメントしたやつ全員に無理くり送りつけてやろうかな、なんやったらもう見てるだけのやつにも送りつけたいねんけど、見てるだけやったら送りつけられへんよ、なんでか知らんけど、ほんで俺あのおすすめ規制になってる、ルーキーでもないし、新人でもない、何ビギナーでもないし、ルーキーでもないし、おすすめ規制になってるんだけど、なんなの、どういう扱いなん、俺は。またお前らいらんこと言うたんか、ぐじぐじは。前番になったのは知り合いや。いや、あれはな、家族や、兄貴やろ。そういうことにしとけよ。どういう扱いなの、何がそんなに俺のことがそんな怖いのか、 俺様がそんなに怖いのか、お前らは。
がそんなに怖いんだな。人気ランキングにも入れさせてくれへんし。あ、ウサギカテゴリーにしようか。ウサギジャンプでウサギカテゴリーにしようか。あ、貧乏トレーナーさんおめでとうございます。貧乏トレーナーさんおめでとうございます。貧乏トレーナーさんにはね、貧乏トレーナーさんにはこのこちらの巨大ポスター、この巨大ポスターね、これでっかい、もうあのなんかもう何、黒板のホワイトボードの一面ぐらいあるこの大きさのやつとね、この顔のやつと、この顔のやつね、山本太郎来るこの顔のやつと、これにね、これのセットプラスね、貧乏トレーナーさんはもう特別賞としてこのステッカーもプレゼントね。でこれにさっきのメモ用紙みたいな、なんかわけのわからんやつね、このありがとうございましたシステッカー、ありがとうございました用紙ね、このありがとうございました用紙と、このありがとうございました用紙、これとあとね、なんかわからんけどポスター掲示のお願いと留意点、全ての掲示場所には所有者管理者の許可が必要ですね。ご自分用と令和新品ポスターカード、ポスター掲示の情報管理は、よく分からんけど、これをね、これと、で、これ、両面のポスティング用っぽいから、成功要件獲得、これのね、これをね、セットで当選、貧乏トレーナーさん、おめでとうございます。当選されました、貧乏トレーナーさん。貧乏トレーナーさん、大当たりっすよ。これをね、あの着払いで送りつけるから、封筒にぶち込んで、封筒にぶち込んで着払いで送りつけるから、郵便局からもう300円ぐらい請求されよ、請求されてしまえ、郵便局から。あの差し出しに書かないから、差し出しに書かずに送るから、この、ね、それでね、君らはね、これをね、あのありがたく受け取りゃいいんだよ、君らはこれをありがたく受け取っとけ、この野郎よ。あれ、ツイッターに出てないの？ガラクスのもういいってますよ、ガラクとか。しかも夜勤でガラクとか絶対眠なるやん。外れてないよ、ビントレさんは大当たりだ。あのフルセットになったら、なんかもう2枚ずつぐらい送りつけるのかな。着払いでね、あのその辺の封筒に入れて着払いで、なんかもうその辺のコンビニの袋に入れて着払いで、あのポストに投函したろうかな。じゃ当選された方はね、この枠の、ね、コメント欄にね、住所、名前、住所、氏名、年齢、職業、電話番号をご記入くださいね、当選されたんだから、当たったんだから、そういうことですよ、そういうところですよ。じゃアイテムないんだけど、またアイテムがないわ、アイテムが。よいよ、アイテムがないよ、よ。アイテムがないよ、よ。なんでツイッター連動しないの？連動するはずやねんけど、連動しないってなんで？あ、これもう、あれ？なんか忘れた？どこで見んの？Twitter連動みたいなのあったよな。スマホにもあったのに。なんでないの？
新会所通知になってんのにな。知ってんのってないねんけど、なんで自分のツイッターに載ってまへんけど、なんなんだよ、ツイッターで。
明会とか、もう30日月末までの予定決まってるから、予定会とか、ね、出勤の2時間前にメールとかしてなかったら鬱陶しいねんけど、それ何やねんその機会。冬だったもん、あの2時間前とかまだ寝てますけど起きてくださいって、はぁ、あ、みたいな、なんでお前あるのクソ会社のために起きなあかんねんだって。そもそもバイトやのになんでお前雇用保険やね、社会保険使って、しかも契約社員になってんねんけど、契約書上俺いつから契約社員になったん。契約社員やって、お前扶養入る、扶養入る、私があんたの扶養に入ったらあんたの税金上がるの、確実に150万円をかけるのに年間分かんない、逆も分かんない、あんたが私の扶養に入ったら私の税金上がるの、あんたの扶養を抜けろって言われない親がいたって、なんて言ったらこう、今月いっぱいあの、日記になったら、なんかたまに休みがあるけど、この休みは、うん、あのもう片方の、あの、あるんでいるかもしれない。うん。確実に休みの人から、ね。休みで、その次から日勤日勤日勤、これもいらんのじゃん、1枚目それで20日までやめだった、明日夜勤、え、21やね、明日夜勤で、明日夜勤で、明日夜勤で、明後日休みで、その後日勤日勤日勤で、日曜日が毎こと休みになって、で、月